はい、始まってます今始まってて、あのすごいゆっくり来てますけど始まった。はい、始まってます。じゃあ、そうしゃ、はい、おはようございます。おはようございます。わあ、こんばんちは。はい、はい、ということで、本日も始まりました、TSW 公式放送もがきゅうライブ。今日で今日で30ですね。33回目です。確かに。ありがとうございます。はい、あれどうしました。いや、あのこれは鏡じゃないんですね。鏡ではないです。それおかしいなと思ってはい、はいはい、本日のゲストは豊島邦雄選手です。電源入ってないんですか。なんか電源ちょっとオフになってます。違います。皆さん自粛疲れで憤っておりますか。まあね、もう自粛がね、13県でしたっけ、13の都道府県は5月の31まで延長するかを、なんか今日正式に発表するかみたいな。発表するかしないか。はいですね。いや、5月31までなかなか長いですからね。アメリカのトランプ大統領と電話で会談をいたしました。え、首相？首相？首相が来てる今。先ほどアメリカのトランプ大統領と電話で会談をいたしました。終わり？疲れました。こんにちは。じゃあ、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、このもがきゅうライブもですね、今のところ発表している部分では5月の6日までですので、本日含めあと3日間、はい、ということになります。はい、毎日お付き合いいただき本当にありがとうございます。はい、最初はなんかちょっとフリートークから始まってるんですけど、いつもこちらではありません。育毛のマッサージかなんかやってるんですか。ハゲてる。あ、もう分かんないね、これ。あの鏡かと思ったら鏡じゃないから。でもそんなにハゲてる感じはしないですよね。いやー、こっちからも撮られたらもう完全なハゲです。そうなんですか。もうその頭頂部から来るタイプの。そうですね、多分そうなるんでしょうね。いやー、ハゲたらどうしましょう。いやー、そうですね、もう自分も絶対将来的にはハゲる遺伝、ハゲる家系なので、はい、もうそうしたら、ハゲたらどうしますか。もうソロから。これはバーコードにしてる。一度はね、男の夢だよね。え、そうだったんですか。バーコードは。あれそう、え、そうだったんですか。バーコードは男の夢。バーコードヘアにして、でこう、俺はいくらだ、俺はいくらだって、あの。いくらだ。あの機械、レジの機械で。いかがなんだ。最後に一回それ今度は QR コードにしてさ。もうそれはもうちょっと気持ち悪い。俺はなんだ。俺はどこに行くんだ。読み取れ。気持ち悪いな頭。QR コードは。バーコードまだわかるけどな。QR コードは怖いぞ。はい、じゃあもう早速やっていきましょうか。なんでですか。え、ああどうぞ。びっくりした。はい、はい、三大丸々視聴者投稿コーナー。はい、昨日ね、ゲストは本日のゲストは、豊島邦雄選手っていうふうに、発表させていただきまして、でそれで、Twitter や、Gmail に寄せられた、質問をね、豊島さんに聞きたい三大丸々の質問を、ここで答えていただこうかなというふうに思います。急に黙るんだよな。はい、本日はもうお分かりの通り、豊島編です。サインが小さい、サインが。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。これは自分も聞きたいなと思ってます。はい、三大プエルトリコの思い出。はい、三大プエルトリコの思い出。はい、これなんか書いて長くなるようだったら別に口頭でも、はい、大丈夫です。まあ一個ずつ書くか言うかしていただけたら。これは聞きたいですね。
プエルトリコの経験は3期生までですか？知りません。え、あれあれあれ、俺はバカなので漢字が書けません。そんな報告しなくても大丈夫です。朝日さんが4期生ですね。そうですね。で、朝日さんは確か経験してなくて。してないですね。トミーさんが3期生。そうですね。トミーさんは来てますね。はい。じゃあ、3期生までですね。プエルトリコに行って。はいはいはい。自分のね、全然知らない世界の。いきます。はい。じゃあ、1つ目。じゃじゃん。コーチ、お飲み物はいかがいたしますか？これはなんだ？これはなんだ？コーチ、お飲み物はいかがいたしますか？これは、何が何が起きてるんですか？練習終わって、はいはいはい、寮に戻るわけですよ。はい。で、コーチがこう、調子がいいと、はい、一緒にご飯を食べるのね。はい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 。一緒にご飯を食べるんだけど、はい、その時にコーチに、はい、お飲み物はいかがいたしましょうかって聞く係がいるんだよ。それはもう食い物はご飯とクソまずいちゃんこしかないわけで、はい、もう飲み物は、はい、まあいつもダイエットコーラなんだけどね、はい、あのダイエットコーラまずいじゃん。まあまあそうですね。あの白い缶のダイエットコーラを知ってる人知らない人と、はいはいはい、世代によって分かれると思うんですけど、はいはい、まずいんですよ。20年ぐらい前です。そうですね、20年ぐらい前の話なの、はい、コーチはいつもダイエットコーラでね、コーチは多分あれなんですよね、すごくね、多分プエルトリコの水が合わなかったのか、そのなんていうか、ほらまだ何年前、20年前のコーチって言ったら20代、はい、そこそこで、はいはい、でなんかそのホルモンのバランスが崩れてね、そういうあれが不純だったりとかっていうのがあったりとかして、そうなるともうなんというか近寄りがたい空気というか、わかりますか？そうですね、そうですね。不純の方特有の近寄りがたい空気を出してくるわけですよ。はい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 。ねえ、それでもコーチ、お飲み物はいかがいたしましょうか。それ聞く係はもう固定なんですか？それでも日替わり。いや知らねえけど、大体その気づいた人が、そう座ったところの近くに座ってるやつが、はい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 。これはもう。これが三大思い出の1個に入るんですか？黙ってダイエットコーラ出しときゃいいのになと思いながらよ。黙ってダイエットコーラ、だってどうせダイエットコーラって言うんだからさ。でもダイエットコーラって言わないよ、ダイエットコークって言うんだから。おお、さすがだなと思うよね。それは分かんないけど、海外生活長い人間はコークって言うんだな。コーラって言わないんだなって。コーラって言わないで、コークって言うんだ。ダイエットコークって言うんだ。これがね、三大思い出の1個目それか。すごい意外、すげえ意外なところだったな。プエルトリコの思い出なんてあと暑いとトカゲぐらいしかないよ。いや嘘そんな暑いとトカゲ。エディ・ゲレロ、ほうエディ・ゲレロが IWA プエルトリコに、はいはいはい、のリングをの作りに、はいはいはい、バイトみたいな感じで、はい、手伝いに行った時に、はい、エディ・ゲレロが来たことがあるんですよ、 IWA プエルトリコに。それはなんか多分下部組織とか、あ、系列子会社なんかよく分かんないけど、はい、多分 WWE で今はそんなに日の目を見ない人がこうなんかその海外の支部じゃないけどそういうところに行ってみたいなのでさ、はい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 、エディ・ゲレロが来た時に、ほう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 、もう最初なんかそこ汚ねサンダル履いてさ、それこそ小敷みたいな格好して変なおっさんが来たんだよ会場に。はい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 。それで入ってきてさ、なんか角っこの方でさ、こうやって座ってんだよ。ちょっと怖いな。でもなんか変な腰が入ってきちゃってやべえ。なんか変なの、まあ、分かんないですから、分かんねえじゃん、ほら分かんないですから。それで
これやばいなと思って、はいはいはい、これなんかした方がいいのかなと思ったら、そのおっさんがさ、はい、その小汚いスリッパとかサンダルを脱いでさ、はい、それをプッシュアップバー代わりに腕立て伏せを始めるわけですよ。ああ、はいはい。でしばらくなんかこっち来てなんかやってて戻ってみたらエディ・ゲレロになってるんだね。へえ、はい、なんかやってんな。いや、やってないです。やってないですよ。やってないです。プッシュアップで。おー、すごかった。あ、あのマウント飛ばのパンプアップって本当なんだなって思ったよね。スクワットして。おー、これで。やりながらスクワットすると、マウント飛ばがボキボキになるんだよ。そうですね。はいはいはい。あります、あります。地下闘技場の方ですから、はい、最初の方ですね。皆さん見て、はい、あのグラップラーバキ。グラップラーバキの方です。だから、グラップラーバキもさ、はい、あの嘘ばっか書いてんじゃん。まあ、嘘ばっか書いてるけど、嘘の中に誠が入るじゃん。だからどれが本当でどれが嘘だか分かんなくなっちゃうんだよね。ああ、嘘ばっか書いてるわけな。嘘ばっか書いてるから。そんなことないです。ああ、ちょっと嘘を誇張してやってるだけでね。すごい。これはこの感動をみんなと分かち合いたい。もうでもね、この感動をみんなと分かち合うことはできませんね。個人を忍んで。そうですね。ご冥福をお祈りいたします。はい。急に。あ、エディ・ゲレロのパンプアップ。はいはい。もう3大プエルトリコの思い出が、うん、1個目が、お飲み物はいかがに立ちますかと、2つ目がエディ・ゲレロのパンプアップ。はぁ。最初知らねえおっさんが、本当によ。本当に小汚い。本当にこきたねおっさんだったの。多分あれじゃないの。だってさ、WWE のスーパースターがさ、はいはいはい、だって IWA プエルトリコに行ってくれってさ言われたらさ、もうあれじゃない。多分その、まあまあまあ、ね、俺はいらない人間なのかななんてさ、はいはいはい、こう思ったりとかもしてすさんでたりしたね。ちょっとやさぐれ。知らないけど。ハンプアップが、ね、でも普通に試合して、うわーすげえと思った。へえ、かっこいいんだよね。いや、かっこいいっすね。かっこいいの。もうプッシュアップとかでもスイッチとかをバッチリ入れるんでしょうね。なんかもしかしたら別のことやってんのかもしれないけどね。いやいや、そんなことないです。そんなことないです。ハンプアップですよ。すごいんです。はい、であとこれがこれが2つ目ですね。はい、3つ目、もう1個、ね、選べないな。ああ、やっぱいっぱいありますよ ね、そりゃ、うん、トータルでどのくらいの期間？知らないんだけど、あれ、3ヶ月と半年だから10ヶ月ぐらいはいるんじゃないかな。はい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 、ね、いやー、でも異国の地で、なんだろうな、あれかな、ビギンゴパワージムにいたパラリンピアンかな。ビギンゴパワージムにっていうのが、あの道場を、ああ、はいはい、ビギンゴパワージムの敷地内にこうなんかプレハブみたいなのを建ててもらって、多分1期生が道場を作ったんだと思うんですよ。はい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 。だけどもう俺が行った時はもうあったし、うん、あれだったから、その作ったとかなんとかっていうのは知らないからさ、はい、そこら辺はもう詳しいのはヤスしか知らないんだよ。ああ、まあそうですね、うん、はいはいはい。のビギンゴパワージムっていうところがそこにあるの、うん、はいはい、横によ、はい、でそこで、パラリンピアンがいるの。パラリンピックに出場してんだか したことは絶対ある、はい、やり投げの人、はい、やり投げのおじさんなんだけど、はいはいはい、アスリートとかですね、はい、すげえんだ。お、足がなんかダメな人なの。ああ、はいはいはい、はい、車椅子やり投げっていうのがあるのかどうなのか知らないけど、はいはいはい、車椅子やり投げの人なの。はい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 、もうムキムキでさ、ムキ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 、ムキムキ、で足縛ってさ、あのベンチの台に足を縛りつけて、ほう、うん、ほう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 、縛りつけて、あのなんか200キロぐらい、だってすげえ、ちょっと待って、20キロ、はい、20キロプレートですね。20キロ45ポンドだって、あれ45ポンドだって、そんぐらいですかね。でもあれを6個ずつぐらいつける。やば、6個で、もうすごいよね。もうそうですね。6個ぐらいつけて、ウィーン、あのなんかほら漫画で見るようなこうなんかしなってるやつあるゴールドジムのロゴみたいなやつですよね。足縛ってる、あの
ベンチ台にも足固定して、うん、それですげえやつがいるもんだなって思った、うん、それはすごいな。だってあれだよ、あの肩のこんなマシンあんじゃん。はい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 、あのなんかよマシンなんだけどね、うん、はい、一番重いのにして、はい、その上になんか100キロ以上はあるだろうっていう外人がこうその重りの上にこうやって乗ってやってんだ。すごいよな。すげえ。これでも例えばその人さ、足今使えないからそういうような努力をしたけどさ、はい、足が使えてたらそうなったかな。なってないんじゃないですか ね、やっぱり多分ならなかったよね、はい、すごいな、うん、でもそれはムキムキっすね、うん、それはすごい、本当に、うん、本当にすごいなって思った、うん、車椅子でのやり投げだからやっぱ本当上半身だけですもんね、うん、使えるって言ったら、うん、下半身とね、あ、3台、もう一個言っていい？あ、はい、もちろんもちろん。あとはあれだな、まあほら私も水が合わないから、はいはいはい、イラ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 してたから、うん、いつも平時とこまかしてすごい小さい声で言うのめてください。え、それですか。もう一個の思い出は、あとあれかな、柏さんかな、柏さんが、あ、ちょっと柏さんの話はまとめる後に、はい、ちょっと柏さんがね、ちょっとあるんで、そうだね、じゃあ柏さんの話は後でまとめる、はいはい、じゃあ柏さんの話はもうそれとか、そうだね、あのやっぱ水ってあの全然違います、その日本と水が違うっていうか、はい、そのなんていうの、水が合わないっていうのは言葉のあやで水じゃないでしょうね。ああ、もうシンプルに、あ、もう多分ほら時差で、ああ、うん、普段起きてる時間に寝てるわけ。はいはい、あ、まあまあそうっすね、そういうのなのかな。最初のあとはほら食い物だよね、米がまずいからさ、はい、あの、はあはあはあ、やっぱジャポニカ米でしょ、我々が食って育って、はいはいはい、ね、はい、あなたどこだっけ、山形だっけ、山形だっけ、はい、山形だっけ、はい、だからね、お米どころの仕事なわけじゃない、はいね、はい、やっぱりね、お米がね、まずいんですよね。はあ、だから調味料も違うでしょ。あ、そうか、あと言葉が通じないでしょ。そうですね、それが一歩外出ると、はい、一歩外出ると、それが一番大変じゃないかなと思う、うん、やっぱどうしてもコミュニケーションが普段取れないというか、ずっと周りから聞こえる言葉が全然知らない言葉なわけじゃないですか、うん、それはストレスたまるだろうなって思いますね。多分すごいストレス、それに、うん、なんかね、まあ、で周りに日本人いっぱいいるからより順応できないんだろうね。ああ、もうそれだったらもうこっちでっていう風な感じになっちゃうんですね、うんうん、石投げられるからね、うちの方。石投げ、石投げられた子供によ、現地の、うん、現地の子供に、うちのカブローンってこうやってさ石投げられたから、うーって追っかけてったらさ、はい、普通よ、例えば自分の子供がさ、はい、黒人見つけてさ、はい、黒人に石投げ、スニーザーって石投げてたらさ、例えば、はいはいはい、親、日本人の親はさ、はい、絶対に子供を怒るでしょ。そうですね、そんなこと言うもんじゃねえバカ野郎って、さすがに何やってんだこの野郎って言うでしょ、はい、普通は、はい、プエルトリコの親違うんだよ、チーノガブロンって石投げて子供いるでしょ、はい、俺が子供にウィーとかってふざけて遊んでるわけよ、はい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 、そしたらさ俺のことを銃殺するような目で見てくるびっくりするよな。ああ。本当になんかあの紙袋抱えて車開けて俺のことすげえ目で睨んでくるんだ。ああ、ダメな国だなと思って。そうなんですね。そうか、普通に銃がある。いや、知らねえよ、俺は。じゃないですか。ああ、そうだね。そうですよね。あの、怖いな。酒場でプロレスやってる時に、あの、警察官なんだ、俺は、とかって言ってさ、おうおう、いうやつがいたんだ。はいはい、そいつ、鉄砲、あれ見せてくれた。撃ってみるかとか言って、いやいやいや、なんか手錠くれたよ帰りに、あれ、これもう使ってねえやつだから、使ってねえやつだからやるよ、手錠くれた黒人、いいな、なんか黒人のね警察、うん、警察官プロレスラーみたいな、なんかよくわかんないけど、へ、だから
変なやつら多いんじゃないかな。もうそういうなんか国柄なのかもしれませんね、良くも悪くも、うん、はいはいはい、なるほど。3対プエルトリコの思いで一番最初のやつが一番なんかプエルトリコ感ないんだよな一番俺の中での思い出だよプエルトリコ感があんまないんだよな、うん、でもさっき話に出た、じゃあ次はこちらでいきましょう。もうはい、三代柏さん、これはもう柏さんのエピソードですね。柏さん三代三つじゃ収まらないけどな、収まりきれない、うん、じゃあなんかじゃあまずあの古いのからいこうか。はい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 、三代でん柏チェック。柏チェック、柏チェックとは、柏チェック何ですか。え、柏チェックってのは、柏チェックっていうのは、はい、毎週あのほらこう日本から来たりするから、はいはいはい、みんなでこうものを持ち寄るわけですよね、こう。ああはい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 、そのベルトリコで売ってないようなものとかをね、そうあのカレーを持ってきたりとか、はい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 、毎週土曜日はカレーの日なの。はい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 、でカレーの日だけ食事当番でもねくせに柏が起きてくるわけですよ。柏がって先輩、柏、そう先輩でしょ柏が起きてくるわけ、あの柏レイソルのユニフォーム着て、はい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 、カレーの日にね、そうカレー、そうもう柏さんカレーが好きだから、あそうなんかまずかったら嫌だから、はいはい、柏チェック、うんいいよっつってルー入れんだ柏チェック、毎週土曜日はちゃんと起きてくるんですね。そう柏チェック、毎週土曜日は柏チェック入るから、うん、だから目覚ましかけてんだろうな。そうですね、多分なるほど、うん、1個目柏チェック、柏チェック、これはちょっとお前つないどいて、俺今からあの字をあの調べるから、はい、ちょっとつなげて、はいはいはい、これはもうあれですよね、プエルトリコの頃の話ですもんね。そう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 、はい、これはプエルトリコの話、そうそう、次も、次も、まあ、プエルトリコの頃の話かな、はいはいはい、柏さんプエルトリコの黄色い悪魔と言われてたみたいですけど、うん、あ今もカレーの日は残ってますよね。今もまあ興行の時は基本的にはカレーの日ですね。それあ高道の奥もさ、はいはい、カレーが好きなんだよ。おだからさ、はいはい、そうなってんだよね。はい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 、だけどさあいつココイチができてから道場でカレー食わねえくなってんで俺言ったんだよ、あんたがカレー好きで試合のある時はカレーなんだぞって俺はカレーなんか食いたくねえんだってここ道場のカレーはうまくねえからなとかってあのバカ野郎やめるちょっと前なんかで喋って、お前道場のカレーなんか食ってんのかなって、いやバカだねな、じゃあ次バカだねな、いきます、はい、2つ目、寝ながら応援、おうおうおう、寝ながら何をだから、はいはい、J リーグって毎週何曜日と何曜日とかって試合決まってんだ、はいはい、知らねえけど、はいはいはい、な、はい、柏さんなんでユニフォーム着て寝てんすかって聞いた、寝巻きにボコ野郎今日だからほら寝てるその時間に、なるほど、そうか、そうですね、時差で、そうですよね、はい、あ、はいはい、あ、なるほど、寝てる時間 にから俺は寝ながら応援してんだマジっすかっつってで平次それ聞いて吹いちゃったんだよな、ブーってそしたらバッチーンそれであのあれ2センチ縮んだっていう、あの知ってるだろ、2センチ縮んだってネタ知らない、それはちょっと聞いたことある、あるだろ、はい、それが生まれたのがその寝ながら応援だ、寝ながら応援してるって言ったの、笑っちゃったから笑ってバッチーンってグーンってグーンってなって2センチ縮んだ、ものすごい勢いで殴られてんだおう、いいなぁ、面白いな、寝ながら応援寝ながら応援、あ、教頭も来てらっしゃいますね、
はい、プエルトリコで何回も聞きました。もう何回も言う、だっていまだに言われるもんね、柏さんの話は。柏さん。いやー面白いなー。次行きましょう、はい、次行きましょう。じゃあ日本に帰ってきて畑をした後の柏さん。はいはいはい、すごいちゃんと時系列で柏さんのエピソードがあるってのが面白い。まあね、この前も言いましたけど、ツイッターでね、ハッシュタグ柏大五郎のちょっといい話かながね、柏さんの、その、なんですかね、ちょっと恐れられつつも、その憎めない良さが、はい、出てるツイートをね、皆さんいっぱいしてらっしゃいますので。そんなことはねえよ。そうだろ、ありますよ。いきます。はい。でん、1年間で10万円貯金。ほう。ほう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 。これ何がすごいかっていうと、はい、海援隊道場旗揚げして1年間で、はい、笠田さん10万円貯金したんですよ。はい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 。アルバイトしないで。ほう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 。で、はい、っていうとまあ別に大したことないかなって聞こえるかもしれないですけど、はい、1万円とか2万円とかしかもらってないんですよ。はい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 、1ヶ月、はい、1試合とかじゃないですか。1試合とかじゃなくて1ヶ月1万円とか2万円とかしかもらってない人間が1年間で10万円貯金するんですよ。これすごくないですか。もし1万円だとしたら年間使ったお金が2万円ってこと。これすごくないですか。これはすごいですね。これはすごい。で、柏さんでもね、贅沢してないわけじゃないんですよ。ほう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 。柏さんの贅沢、週に1回の、はい、あの J リーグチップス。いくらぐらいですか。50円から60円。50円、60円、そんぐらいですよね。で、俺はね、それを1週間分こうやってこう、もう買うじゃない。はい。で、こうやって開けるじゃない、うん、で、ティッシュ7枚広げるじゃない。はいはいはい、でこう7等分に済んだっていうふうな話のネタにしてるのね。はいはいはい。だけどバカ野郎一気に食うよってあいつ言ってた。それは一気に食ってるよ。あいつってあいつ分かる。俺はこうまず買ったらこうティッシュも、それもティッシュも多分何回も使い古してるから。どうせ柏さんのことだからな。あこうこうやってもうそれ用のティッシュとして置いて。だってお前ティッシュだってただじゃねえからな。ああ、いやーすごいな。ああ、で飲み物はって聞いたら、はい、だって道場に行けば牛乳飲めるじゃん。お前牛乳じゃねえからな、道場にあるのは低脂肪乳だからなって俺言っちゃったよ。いや確かに牛乳ではないですね、うん、あれ低脂肪乳うまくねえんだよ。いや本当練習生の頃、自分の頃も低脂肪乳で、で久しぶりにコンビニで普通に美味しい牛乳買ったらめちゃくちゃうまかったっすね。そう、全然違うね。味濃いなーって思って。そしてはい、2年目で100万円貯金。すごいぞすごいぞ。何があった2年目。アルバイト始めました。おお、柏大五郎がアルバイトを始めたら2年目で100万円貯金。これはすごいよね。すごいな。あの人多分ね、はい、残高が増えていくことを見るだけで多分なんていうの、なんかエクスタシーを感じるんだろうね。はい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 、まあ、まあそういう人もいますからね、その残高たまった。すごいよね。すごいっすね。まあでも家賃は払って、家賃とか飯はだってお前道場に行って朝弁当詰めてさ、ゆで卵ゆでて持って行って昼飯それで食って。はいはいはい。だからさ、そういうことをできる人間がやっぱこう財を成すんだよね。財を成すが、そうですね。ああ無理だもん。節制をしっかりできる人間というか、そう、なんかちょっと喉乾いたな、だからジュース買っちゃおうってなるじゃない。普通なりますね。はい。だけど柏大五郎はもうちょっと喉乾いたな、
妻飲んどこってなるんだよ。剣士舐めてりゃ唾が出るから。こういう剣士舐めて唾を出して飲んで道場に行って牛乳飲もう。でもこれは低脂肪乳なんです。これは低脂肪乳なんです。残念ながら。残念ですね。これは牛乳じゃないですもんね。これは牛乳じゃない。朝日さんもね、柏さん本当毎日ゆで卵ゆでてたんですね。そうなんですよ。そんぐらい節制して節制してで、いやもうだから1年目で10万、2年目で100万でもだってあいつ大変だよ。いやまあいろいろまあねあってもう死んだ嘘でしょ。死んでない死んではない、全然死んでないで。でもさあのいいと思うよ。それで例えばみんなでご飯食べに行きました。はい、だから最初のうちは飯なんか食いに行かなかった。柏さんは全然、俺なんかもう金ポッキーに入ったら全部なくなってたからさ、ダメな男なんです柏は。江戸っ子ですね。今もそんなに変わらないけど、なんか入ってたら使っちゃうんだよね。はい、ある。だから柏さんもなんかこう一緒に飯食いに行ったりするようになったらこう、柏さんもやっぱ先輩のプライドがあるからさ、こう例えば3000円でした、じゃあ1000円でいいじゃないか、はい、俺はじゃあ2000円出すから500円ずつ出してくれよみたいな感じでちょっと先輩ぶりたいんだよね。でもいいんだよ、ぶらしてやれん、あ、ございますって言っときゃもうそれで気が良くなるんだからさ。うん、そんなすげえ言い方。でもちゃんとそれも本人の前でも言ってるから、あ、まあまあそうですね、あれだよ、陰口じゃない、本人の前でもちゃんと言ってんだ。だからね、いい、めんどくさいからとかって言っていいんだ、先輩ぶらしてやれよって、ね、言うの。そうですね、本人の前でもちゃんと伝えてますもんね、うん、ちゃんと言ってる。先輩ぶらしてやれって言ってる、ちゃんと。はい、あとは柏大五郎のお祭りプロレスで、お祭りプロレスでも面白い話。ほうほうほう、あ、でもこっち俺のことを知ってる人はみんな知ってるかな。あの柏大五郎は、まあ、ケチなんですよ。まあまあそうですね、今までの話、まあ、節制を、ね、まあ、よくするケチなんです。で、フォローしたんだ。お祭りでプロレスやりますで、はいはいはい、行きますってなった時に、はい、まあ、向こうで何か食えばいいやと思ってみんな何も持ってきなかったんですよ。屋台とかありますもんね。まあ、でもほら柏さんはケチだから 100円ショップみたいなところで、はいはいはい、あのおにぎりを3つぐらい買っていって、はい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 、でお祭りプロレスの主催者みたいな人が、はい、あ、ここで一番うまい蕎麦屋連れてきますからって俺は行ったの。で柏さんが、はい、僕おにぎり買ってきたんで大丈夫ですってこうちまちま食ってんだよね。はい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 。あの もちろんそんなタダだと思うじゃん。はい、まあ、タダだったんだけど、はいはいはい、そうですね、柏さんタダでしたよって言ったらおにぎりまだ食ってんの。こっちがそば食いって帰ってきて、うん、帰ってきて柏さんタダですってまだ大丈夫かな。お前さ、もうだから柏がケチで損した。そうですね。そうですね。あ、これまあそばですけど、まあまあ人のね、100円で買った分よりは絶対割高になるかもしれないと思って。ね、と思ってこう行って、はい、おにぎり食って、はい、あれして、はい、まだ大丈夫かな。行けんじゃないですかって言うかないんだよね。まあまあまあ一回断った手前、まあ、やっぱり自分もってはちょっと行きづらいじゃないですかね。で引き続き柏がケチな話なんですけどね。めちゃくちゃありますね、ケチな話。まだ海援隊道場がバスでこう地方行ったりとかなんとか、おー、はいはいはい、そういう時も、はい、あの柏さんケチで有名じゃないですか。まあもう今日で有名になりましたきっと。ビニール袋を持ってるんですよね。あのほらみんなほら高速のパーキングとかで飯食ったりするんだけど、はい、柏はもう家の近くの99円ショップって99円ショップでおにぎりを買ってくるわけですよ。3つぐらいでね、持参でくるんですね。そうそうそう、ご飯を、うん、でこう持ってきててでこうバスの中で食って、はいはいはい、
で高速で、まあ、便所休憩飯休憩みたいな、はいはい、ありますね。あれ柏さんがソフトクリーム食ってんの。おう、はいはいはい、あのケチで有名な柏さんだから、はいはいはい、ソフトクリーム食って俺も思わず聞いちゃったよね。柏さん何ソフトクリームなんて食ってんですか。そしたらね柏さん、いやあの赤飯って外れないじゃん。でもこの99円ショップの赤飯がもうクソまずすぎて、あの口直しをしたくてソフトクリームを買ったの。そんな言い訳しないとお前ソフトクリームを買えねえのか。別にいいじゃねえかって。いやたまたま便所降りて見たら、うんね、ラベンダーのソフトクリームがうまそうだったから買ったんだよ。でいいじゃねえか、別にお前があのケチなのはみんな知ってるけど、そうね、おケチな柏がソフトクリームを食ってる大事件だ。でなんでだ。いや99円ショップの赤飯がまずすぎてこのこれ口をなんとか直したくって。だったらお前高速のパーキングにタダでお茶飲めるだろうな。ソフトクリーム食うのにそんな言い訳しないとソフトクリームを食えねえような柏大五郎なんですよ。わかります。で多分そうしないと自分をこう律せられないんだろうね。ああなるほど。俺がソフトクリームを食いてえからソフトクリームを食ったっていうことを一回自分の中に作ってしまえばさ、はいはい、だからもうあとはもうあとはもうゆるくなっちゃいますね。どん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 、あ俺これこれも食いたいじゃん、いつも我慢してるけどこれ食いたいじゃん、まあ、たまにはいいだろうっていう、ってなるじゃん。はいはい、ありますね。はいはいはい、かわいそうな男だよね。そう考えると。はい、そうですね。だけどあのなんていうの、将来困るのは柏じゃないよ。そうですね。俺だ。絶対絶対そうですね。そうですね。そう、自分を律するためにやってるんですもんね。ああ、なるほど。面白いな。うん、もう柏さんの話もういいか。あ、もう大丈夫です。まだやるか。やってもいいですよ。なんかね、さっきコメントであったね、うん、なんか、でかいアミノ酸飲み損ねて苦しんでたのは見てないの？あ、俺見てないですね。何の話ですかね、これ。え、なんかでかいアミノ酸とかそういうのって、宮脇さんのイメージだけどな。宮脇さんも。いや、宮脇さんの話は本当ネタじゃなくなっちゃうから。怖えな、一番怖えな、それが。宮脇さんの話はやめよう。わかりました。宮脇さんの話じゃダメ。わかります。これは怖いからやめとこう。宮脇さんの話だけは。人前でするもんじゃない。わかりました、うん、ま残るもんでするもんじゃない、うん、残らない時だったらいくらでもしてやるけど。そうっすね、うん、YouTube にね、うん、もう上げますからね、まあ、それでやるよ。後で確認されてさ、知らねえ番号からかかってきたら嫌じゃん。いや登録してないし、電話番号変わってっかもしんないけど。ああ、そうっすね。変わってたって変わりましたっていうような仲じゃねえもん。はい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 。なるほど。じゃあ三代柏さん、まあ三代どころじゃなかったですけど、柏さんの歴史ですね。うん、まあこんな感じ。柏ヒストリー。柏ヒストリーはこんな感じで、はいはいはい。じゃあ、ああ、どうしようかな。ちょっとじゃあ、意外とこういうのとか。三代子供の頃の。子供の頃の夢。これはもしプロレスラーが入ってたら除外してください。あのプロレスラー以外で、はい。もう小学校2年生の頃から俺プロレスラーだったのね。なりたかった。はい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 、あの、はい、大人になってからの夢でもいいかな。ああ、はいはい、もちろんもちろんもちろん、はいはい、大人のになってから、あ、こういうこともやりたいな、こういうふうになりたかったな。はいはい、ああ、そういうのでももちろんもちろん、そういうのがいいかな。はいはい、じゃあ大丈夫です。小学校2年でそれだった。そう、プロレスラーになりたかった。ないですね。で俺あのもうあの保育園のやつ、保育園の卒園アルバム見たら、はい、全然プロレスラーって書いてない。お相撲さんと忍者と工事現場のおじさんととかって、なんかそんなようなこと書いてあったんだけど。工事現場のおじさんはまあまあ分かんないですからね、うん、その頃に、ね、なぜかすげえかっこいいなと思ってたんだ。だから親父が工事現場のおじさんだったからかもしれない。ああ、なるほどなるほど。だからね、分かんないけど。はい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 。じゃあ大人になってからの、うん、こういうのにもなりたかったなっていう夢ですね、うん、はいはいはい、大人になってからの夢っていうのは、いきます、はい、1個目1個目
プロ野球選手まあこれはもう子供の頃の夢でも OK ですね。これはもう大人になってからですね。もう子供の頃は野球が嫌いで、だってほらあの神宮でさ、はい、あの巨人対ヤクルト戦やると、はい、ドラゴンボール潰れるんだもん。あの放送時間的にそうそう、7時から水曜日の7時からだったから、あの水曜日に神宮であの巨人ヤクルトやると、はいはい、もう放送しちゃうからテレビ局が。俺はドラゴンボールやってないよってなるわけですあれ今日ドラゴンボールのはずなのに。そうそう、あなんでやってないのクソまた野球かよ俺はドラゴンボールが見たい。俺ドラゴンボールの方が見たいのなるほど、うん、俺は野球嫌いでね。あ、まあ少年野球はやってたんだけどはいはいはい、別にもうねずっとふざけて、だもう一生懸命やったことがないよね。ああはいはい、うん、もう友達と遊んでやるみたいな感じですね。うん、はい、でそんなまあ少年時代を過ごした俺がなぜ、はい、なんで大人になってから、うん、プロ野球選手になりたい、はいはいはい、なって、はい、給料がすごいまあまあまあすごいじゃないね。もうトップ選手になったらそれこそ多く、うん、何億、うん、3億、4億の選手もいますからね。せっつが6億だよ、だってせっつが6億ですね、はいはい、せっつが6億だよ、はい、びっくりするよね。年間でね、まあ、税金で何割か取られるとしてもそれでもまあ億は間違いなく入りますからね。すごいよね。いや確かに年収億ってすごいですね。どういうふうに節税をするんでしょうね。節税という名の脱税をねそんなことない、みんなちゃんと払ってます。みんなちゃんと払ってますよ。そんなことないですよ、ね、いやーほんとにはいはいはい、もうじゃあシンプルに金入るからいいなと思って、そうなんか好きなことやって、あーまあまあそうですね、そんだけお金いっぱいもらえるんであれば、うん、でモテて、はい、かっこいいよね。はいそうですね、うん、確かに節税、そう節税は大事ですよ、うん、いやプロ野球選手、プロ野球選手、じゃあ2つ目、はい、最近自分もしてたんですけど、豊島さんがね、そのシャドーピッチングが右でも左でもできる人なんですよ。なかなか自分も右投げで野球やってましたけど、利き腕じゃない方のシャドーピッチングってめちゃくちゃなんかこうなるというか、女の子投げになるんですよね。豊島さんは左右どっちもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。そうなんです。これいつかなんかどっかでちょっとね、見せたいな、どっかで見せたいな、披露したいですね、これ、はい、これは残してもいいやつですね。はい、はい、そうですね、はい、行きます、2つ目、小説家。ほうほうほう、はいはい、豊島さん小説読まれますもんね、結構。そうなんです、はい、あのこれもね、あの子供の頃は、はい、子供の頃っていうのもおかしな話だけど、はい、もう結構な大人になるまで、はい、活字が読めなくて、うん、はい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 、はい、もうだから例えば小説を読みなさいって渡されて、はいはいはい、これは面白いからって読んだりとかするところ、はいはい、あの文庫本、うんうんうん、サイズ自体こうになってる、はじめにとかあったり、はいはいはい、はい、ありますね、はいはい、あとはあの解説とか、はいはじめに読んでもなんか嫌になっちゃってる、はい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 、のあれで、はい、もうだからそんなね、ほんと最近って言ったらあれだけど、もう10年もならないよね。あの本を読むようになって俺は10年にもならないけど、はい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 、意外ですね、組み立てがね、はいはいはい、すごいな、物語、うん、ストーリーだから、いろんな人のを読んで、やっぱり好きな人のばっかり読むけど、はい、やっぱり読みやすい人っているじゃない。はいはい、いますね、いますね。いや、読みやすいのはどうやってこうやって書けばいいんだろう。うん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 。だからこう何回もこう机には向かうわけですよ。小説家になら今でもなれそうじゃん。まあそうですね。今から書き出して、うん、まあ出来上がるのは結構かかるかもしれないですけど、うん、まあ書き上げれば今からでもなれそうじゃん。はいはいはい。もう一歩も筆が進まない。一歩もだよ、もう本当に一歩目が踏み出せない感じ。そうそうそう、どうやって書き出せばいいのか頭の中でできているストーリーを、はい、
文字に起きない、文字に起きない。はあ、はあはあははあ、なるほどなるほど。はいはい。一応ストーリー自体は描いてるけど、そう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 、そのストーリー通りに進めさせるにはどう書いていったらいいかっていうことですね。そうそうそう、だからもう全くないものから生み出すのはまた大変だと思うから、尾崎豊のシェリーを小説にしたいの、はいはい、ほうほうほう、シェリー、はいはいはい、そう、尾崎がこうどう転げ落ちて、だから、うんうん、どっから始めればいいのか分かんないわけよ。確かにね、あのまずはめちゃくちゃ売れてた尾崎青年が転げ落ちて、はい、シェリーと出会ったところから、シェリーと出会ったところから始めるのか、はい、それともこの売れてるところを後で回想で入れた方がいいのか、はあ、はあはあはあ、はい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 、で分かんないの、はいはいはい、天気も見えてこないしさ季節も見えない、はいはいはい、ああ確かに、あそう考えると、だからあの小学生が読むさ、はい、小説家のなり方、はいはい、みたいな本、はい、読もうかなと思う。なんかこうすりゃいいのかそういうのがもしかしたら、うん、100年後ぐらいに俺の小説が出るかもしれないよね。あ、評価されて、うん、100年後ぐらいに見つかって、うん、これはいいものだってなって。でもさ、完全な盗作だからね盗作ってか、ストーリーありきだから、そういう場合はどうなんだろうね。そういう場合はどうなんですか、オリジナル小説ではないですね。じゃん、あ、はい、でも同人誌ってオリジナルじゃないじゃん、オリジナルじゃないですね、コミケ、コミケ、はい、そうですね。ああいうのってどういうあれなの、まだないの、いわゆる二次創作っていう、二次創作だよね、はい、ああいうのは なんて言ったらいいんだろうな、ああいうのって、まあ、うん、一応、うん、公式はちょっと目つぶってますよって。ああ、だからでも硬い人はダメなんですよ。はい、そうですね。やっぱこういうのは作んないでくださいっていう人は、作品もなくはないです。グレーゾーンですね。グレーゾーンです。ああ、二次創作はグレーゾーンか。はい。そうですね。これ難しいよな。だからでももう名前を変えて話を全然その同じ内容だけど、はいはいはい、はい、その名前さえシェリーさえ出てこなければさ、なんとかなるんですか、ね。なんとかなりそうだよな、でもな。まあ、だってあんな何56分の歌をさ、はいはいはい、400ページぐらいに起こそうとしたらさ、はいはいはい、勝手な創作がものすごい膨らむわけで、まあ、確かにそうですね。まあ400ページは無理だなだって一歩も筆が進まねえのによ400ページ書けるわけねえよなそうですね、まだ一歩も踏み出してないのにフルマラソン走れみたいなもんね、いや走り出したらいけるかもしれないけど、まだ走り出し方が分かんねえなってなってる感じですもんね、うん、はあ、はあ、はいはいはい、まあ、でも小説家になりたいなと、はいはいはい、大人になってからね、へえ、はい、じゃあ1個目がプロ野球選手、2つ目が小説家、じゃあ3つ目お願いします。もうないのかないのかないけど、じゃあIT 長者、 IT 長者これ1個目と同じ理由な気にするな。ちなみになんでなりたいんですか。お金持ちだから。やっぱりな。いやでもプロ野球選手は野球やんなきゃダメだけど、はい、IT 長者は、はい、空いた時間好きなことできそうじゃん。まあ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 、そうですね。でもやっぱりそういういろんなアイデアがないとダメなんだろうな。まあさすがにそうですねやっぱり庶民の俺みたいな人間はさ見えてこないもんなIT 長者っていうすごいざっくりした感じもいいですねバカなんだなって思われて終わりだな。すげえざっくりした、うん、書き方だもんな、うん、はいはいはい、IT 長者、まあそれこそ誰なんだろう、 IT 長者、村上ファンドだ。あ、もう村上ファンド、はいはいはい、村上ファンド、今マレーシアだかどっかで子供にお金100万ぐらいずつ渡して、お金がお金を作ってくれるんだぞみたいな講習会みたいなのやってるから、すごいよな。そんな教育受けなかったもんな。働いてお金を稼ぐ時代はもう終わったんだよっていう教えなんだって言ってたよ。だからうちの子供に言ったんだよ、はい、村上ファンドの本読め、はいはいはい、読まねえって言われ
ちゃんと拒否られて、うん、まあでも多分子供がね読むにはちょっと難しいんじゃないですかね、うん、やっぱ大人が読むための読み物な感じはします、ね、うん、いやでも子供向けのとかもあるんじゃねえの、知らねえけど。ああ、まあ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 、そうですね。JW のパンフレットに小説連載しましょう。だから一歩も出ねえのに、そうですね、一歩も出ねえのにまだ書き出しが決まらねえのにな連載決定されても困りますよねまだスタートラインすら切ってないのにはいはいはい、じゃあ、3大、まあこれがね、今日は選手からのコメントが少ないです、浦野さんが本当に豊島だ意地悪されてますね、意地悪されてますねあ、コメントが少ないです、絡まれたら面倒だもんね、あそういうそういうやつだよ、そういうそういうやつそういうやつ浦野はい、三大、これはね子供ってなってますけど、大人になってから夢見た夢、は、プロ野球選手と小説家と IT 長者っていう最後がふんわりしてたな、流れ玉が怖いんですよお前ら二人で電話しりゃいいだろうからなこんなところ使わねえでないやもうね、その自分らのこのツイキャスのコメント欄でなんか選手たちがひたすら会話するっていう感じなんでね、あ、はい、じゃあ最後最後、はい、残り9分間ぐらいですね、はい、はい、コロナが落ち着いたらやりたいこと、はい、このね、この情勢でいろいろ自粛ムードでなかなかやりたいこともできない、毎日だと思いますけども、ね、ちょっと落ち着いて、まあ、自由に外出ができるようになったりとか、そういうことができるようになったらやってみたいなということがありましたらお願いします。ありますか。自分はまずパチンコっすね。パチンコ店がやっぱ全部やってないんで。でも調べるとやってんじゃないの。いやでも勝てないだろうけど、分かってないです。どうせ出さないでしょ。はい、出さないと思う。むしろ絞ると思います、うん、はい、ただあれじゃないですか、やっぱ遠くまで行ってやりたくはないです、そこまで。あ、やっぱ近くのいつも打ってるところが開いたら営業再開してそこに打ち行きたいなっていう思いですね。それがもう一発目です。はい、まあ、飲食店もね今結構閉まってるお店とか、ね、はい、多いですもんね。夜お腹空いたなと思って飯食い行こうと思ったらやってないんだもんね。どこもやってないですね。びっくりするよね。はい、びっくりする。しょうがないからどうするの。自分は吉野家に行きました。吉野家やってんの。吉野家はやってました。なんか夜2時までとか、なんか時間決めてやってました。もう我慢したまあそれかもうコンビニ飯とかですかね。コンビニやってる。はい、コンビニは大体やってるんで。コロナが落ち着く、もう前みたいな。もうオリンピッカーみたいよね。ああ、はいはいはい、はい、オリンピッカーは間違いなくみたい、ね、みたいですね。でもさ、中止になるのかな。まあ一応来年とは言ってますけど、やれんのかね。いや日本は来年になりゃ落ち着くだろうけどさ、はいはいはい、その世界ですよね。確かにそうか、世界はね、それこそアメリカとかイタリアとか、イタリア、イギリス、フランス、はい、ヨーロッパですよね。ロシアもやばいみたいなね、はい、あ、まあでもロシアはもともとやばかった。何もやばくないですよ何もやばくないですよ。ドーピングでさ、ロシアからはそうだそうだ、すげえな、よく覚えてますね。そうだわ、そう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 、確かにオリンピックみたいな。あ、俺あれだ、お、あのブログでも聞きましたけど、ほう、イベント、うん、イベント、はい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 、これね、これあのコロナまだ走りで 2AW は自粛しませんって言ってた頃あったよね。はいはい、まあまあ、2月とか3月っていうところですかね。 あの頃ぐらいにふと思いついてさ、はいはい、やりたいなと思って、はいはい、考えてたの。はいはい、あんまりそういうイメージはないですよ。そうそうそう、珍しいですよね、豊島さんがそういうイベントに、うん、まあほら暇だからさはいはいはい、はい、なんかこう楽しいこと したいなって、うん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 、
はいはいはい、であの場所ももう決めてんだけどさ、へえー、はいはいはい、ただそのなんていうんだ、料金とかそういうのが全然わかんないから、はいはいはい、はい、あのそういうのをなんか、うん、もうちょっとうまく詰めて詰めて、うん、詰めてやってだからですね、うん、やりたいなと思って、はいはいはい、うん、あとはなんだろうな別に他は特にはまたいつもの日常に戻るだけだなっていう、いつもの日常に戻るだけなんだけど、ね、この期間中ねどっか行けてないとか、うん、そういうのがあったら、うん、そうね、浦野さんが豊島は誰よりもサービス精神はある、うん、こいつ嘘つきだからな、わかんねえんだわかんねえの、あのもうね、安田が言ってることはね、話2割も信用したらダメだよね、2もダメ、2割は2もダメなんすか、1割5分ぐらい、1割5分、1割5分聞いとけばまあまあまあ、うん、あなるほど、イベント、イベントいいっすね、あそう、もう場所もねある程度、そうそう、場所は決まってる、固まってるっていうんだったら、うん、もうねあと詰めていくだけっていう感じですね、詰まってあれして、はい、であとは最低履行人数が、はい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 、あのそうですね、あれして、うん、ごめん浦野さん、サービス精神あるよ、過剰にやりすぎるこれだから日大はって言われるんだよ、いや僕も僕も知ってるよ、藤岡さんって基本的に規制にタメ口ですよみたいな、そんなことありません基本的には敬語です、はい、ただ今はキャラを守っているのでタメ口なだけで、あの普段はもう失礼しますってやっております。やってたかな。まあまあもうね、最近はねもう1期生はね、うちにはいないいないいないですからね。いないね、はい、もう。プロデュース工業とかはどうですかってコメントあります、ね、あんまり気が向かないかな。工業というよりはやっぱりイベントで楽しいことをやりたいっていう感じですね、誰の試合が見たいとかってないしね、あ自分がやりたい試合っていうのも別に今そこまで考え及ばないし、なるほど、うん、じゃあなんか一個ぐらい言ってくれたらもう時間なんでね、そうだね、はい、じゃあ柏が柏さんが、はい、うん、柏さんの今後に幸あれ嘘だろ柏さんの今後に幸あれでこのツイキャス終わりとなりますじゃ あの3つの坂道の話する、3つの坂道、おお、はいはいはい、乃木坂、欅坂、日向坂、もうダメだもうダメだわはい、ということで、本日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。いやー疲れました、はい、本当にありがとうございます、はい、明日も、15時からの予定です、はい、で、明日は本人にはまだ伝えてないですけど、しょうがないんで、もうね1週目で出たゲスト2週目で多分1人だけまだ呼んでないやつがいるんで、コメント欄にいた、ダイナソー、明日15時からお願いします、はい、もし無理だったら考えます、はい、ということで、本日のじゃあ皆さんお大事にお大事、そうですね、はい、まだね、13都道府県、都府県、あ、まだ1分もあるね、1分もあればありますけど、はい、1分もあればなんか楽しい話ができるんじゃないでしょうかもう締めの流れでいいんじゃないですか締めの流れでいいんじゃないですか、はい、断密、断密、断密、三密、三密の話をしてですか、断密はい、ということで、はい、三密で風評被害を受けた三大職業、おえ長距離ドライバー、長距離ドライバー、はい、あとは何、断密、断密は職業、職業か、断密分かんない、はい、はい、皆さん気をつけて、はい、お気をつけてお過ごしくださいはい、ということで本日の放送は以上となります。また明日ご覧ください。嘘だろ。ありがとうございました。